はい、こんばんは、すっぽんです。ディアブロ3の、配信を始めたいと思います。前回は確か、このすっぽんで、まあ、一周目をクリアしたんですよね。まあ、バーバリアンです。で、今日はちょっと、キャラを新しく作って、また、一から、やり直そうかなと。まあ、前回はバーバリアンだったんで、今回は、ウィザードでキャラを新しく作って、まあ、やろうかなと思います。で、ちょっとその前に、保管庫をちょっと、まあ、これまでバーバリアンのキャラでやってたんで、ちょっとバーバリアン専用のアイテムはとりあえずちょっと、あれこれ今大丈夫か、音なしで出てない、なんだろうね、必ずゲームやり始めはこの5つ目のタブが表示されてるんだけど、これは何なの？バグの一種なの？この辺は、まあ、1ページ目は、素材とか、保管してるページになってるんですよね。これは、ここに。で、2ページ目に、その、バーバリアン専用のアイテムが置いてある。まあ、これっていうのはハードコアなんで、まあ、キャラが死んでしまった時のために、その、まあ、今装備してるのが、まあ、一番最強、今ある中での最強の装備なんですけど、これらの、まあ、装備品を手に入れる前に装備していたものを、まあ、ここに保存しておいて、まあ、もし今いるキャラが死んでしまった時、もう一回キャラを作り直してレベル70まで上がった時に、この保存しておいた装備品、保管庫に保管しておけば、すぐ、まあ、同じでは、今ある装備とは同じじゃないけど、まあ、その一歩手前までの装備品、まあ、装備できるってことなんで、はい、あれじゃないですかね、まあ、死んだ時の負担が小さくなるっていうか、本来の強さに、まあ、本来の強さを、まあ、取り戻せることができる。取り戻しやすくなるんじゃなくて、まあ、それに近い、まあ、装備品なので、まあ、死んだ時のショックを和らげるっていう、まあ、効果もあると思います。で、とりあえず、今、装備品を回収したんで、まあ、一回、
リーグして、で、新しいキャラを作ります。何人の？ 1、2、3、4、5、6、7。一応あと8スロット残ってますね。最近のアップデートで、作れるキャラの枠が増えたってわけですね。名前は、スコンプです。きちんとハードコアに慢性とします。これ一回、前に一回、ハードコアで作ったつもりがチェックするのを忘れてて。まあ、アクト1をクリアするぐらいの前でようやく気づいて、あれ、ハードコアじゃねえじゃんって。追加かりにしたことはありますし。This place reeks of the dead. The 最fallen star 近、must be ハードコア、かなり前からハードコアでやってるんですけど、最近、ハードコアのキャラで死んだっていうのは、ここ半年ぐらいないんじゃないかと思います。Prophecy sent me in search of the Captain Rumford. More dead are coming. We can't open the gates until we drive them back. ハードコアで死ぬ時っていうのが、普通に敵にやられて死ぬ時もあれば、パソコンがフリーズして、パソコンがフリーズしちゃっても、そのゲーム自体は、ブリザードのサーバーの方で動いてるままなんで、そこで、こっちのパソコンがフリーズしたけど、ゲーム自体は動いたままなんで、戦闘中にフリーズしちゃうと、後でログインしてみると、キャラが死んでたっていうことが、よくありましたね。でも最近は、フリーズすることってかなりなくなったんで、本当に戦闘というか、慎重に進んでいけば、不慮な事故死っていうのはないんじゃないかと。例えばレベル上がったからセカンダリーが使えるようになったんですよ。これなんだっけ？レイ・オブ・フロスト。あれ？これって全部あれなのかな？レイ・オブ・フロストっていうか。ルーンをつけたとしても、属性は、霊気
のままなんか。その辺また、多分確かアップデートによって変わったと思うんですよね。前まではそんなに属性とか、まあ、つかなかったような気がしたんだけど。手に入れたけど、あれ装備できるんだけど、まあ一応装備できるみたいです。まあこのゲームのまあ、システムの、まあ、ちょっと、他のゲームと比べたら、なんかちょっと変わってるっていうのがありますよね。まあ、それもなんていうか、魔法を使って、魔法で与えるダメージっていうのが、その、武器の攻撃力に依存するっていうことですね。武器でも魔力を上げる、そういう、効果とか、あるであれば、魔法を使ったスキルのダメージが上がるっていうのも、まあ、わからなくはないんだけど、まあ、そういうのじゃなくても、単純に武器の、攻撃力が上がれば、使用するスキルのダメージも上がるっていうシステムなんですね。まあ、それはまあちょっとなんか、なんていうか、おかしなっていうわけじゃないけど、まあちょっと変わってるシステムかなとは思うんですけど、まあでも逆に、なんていうか、武器を変えただけでも、そのスキル全体のダメージが上がるっていうんで、で、パワーアップのしやすさ、パープしたことによる、なんか、爽快感みたいなのは、まあ結構あるんで。まあ、こういうシステムも別に嫌いではないですね。Old Tristram. Diablo himself once walked this place.さすがに最初の方は敵が、まあ、弱いんで楽ちんですよね。まだパラゴンのステータスポイントも振り分けてないんで、そっちの方はちょっと戦闘が辛くなってできたら、まあ、後でポイントを振り分けようかなと考えています。あんまり戦闘に歯ごたえがなさすぎても、まあ、つまらないと思いますので。まあ、ちょっと戦闘に歯ごたえがなさすぎても、
hidden cellar. I think there was more to your mother than you know. Level 4まで上がりました。まあ相変わらず、ストーリーのことはまあよくわかんないですね。もう盾を手に入れました。盾を装備するとやっぱり指は外れちゃうんですよね。どうしようかな。Here's the key that came to me last night. I suspected what was lurking within his troubled heart. I consoled him as best I could. Wherever he's headed, hell will soon fall.盾装備で行きたい。まあもちろんあのハードコアなんてね、一回死んだらそれで終わっちゃうんで、まあできるだけ死ににくい装備で、まあ、進めたいっていうのもありますから。どうしようかな、これ。こっち、あれこっちの方がいいかなと思います。So this is Tristram Cathedral. The fallen star is somewhere inside. この指は結構強いよ。This must be where the star fell.Its crater is tinged with some strange magic. もう本当に一瞬で敵が死んじゃうんで。まあ今は装備してる指は、まあ、かなりまあ。この辺で手に入れられるものとしてはかなり攻撃力が高いものなんじゃないかと。結構ダメージが、まあ、大きそうな割には、マジックパワーもそんなに、マジックパワーというか、まあ、マナーの消費もそんなに大きくないんで。まあ、しばらくは、これを使っていこうと思います。さすがに、なくなってきました。また指が、クロスボウかな。魔法使いなのに、なぜか指でパワーアップしてるという。It is wonderful to hear that Leah is well. I fear the worst. I learned of this secret passage through old maps I found.We must discuss the fallen star. Follow me to Tristram. Uncle. The sketch. Leah, you should not dismiss. あれ？そういえば、使えるね。鍛冶屋の主人がいないですね。まあ、それもそのはず。まあ、今、イベントで、今、この、びっくりマークが表示されているところにいるんです。Thank you. Follow me. これで、奥さんを倒しに行くっすよ。
これか。おっさんがゾンビ化しちゃってるんで、まあ、しょうがなく倒さざるを得ないっていう感じなんですよ。Without you, your Fanta's tomb in a cemetery in the Weeping Hollow. And if you see my fool apprentice out there, tell him to get back to town. 18% か。18% 落ちるけど、こっちを装備して、立ってなった方がまあ安心できるんで。まあ、こっからは、その、片手用武器と、まあ、盾の装備品で、まあ、進めることにします。まあ、ディアブロ3は、なんだろう。もう、かれこれ、100時間じゃ、あれ、200〜300時間はやってきたと思いますよ、ね。なので、まあ、ぶっちゃけもう、なんていうか、まあ、同じ、ところを何回もやってるんで、まあさすがに飽きては来てるんだけど、とは言っても、まあ、このゲームのシステム自体は、まあ、俺的には、まあ、これまである、ハクスラゲームの中では、まあ、一番最高のゲームかなと思ってます。確か、ディアブロ2とかだと、なんか、レベルアップするごとに、その、スキルに、まあ、振り分けられるポイントが、まあ、増えていって、まあ、そのポイントっていうのが、まあ、一回振り分けちゃうと、まあ、もう、それ以降は、まあ、変更できなくなるっていうんで、一回キャラを作っちゃってるか、ある程度成長させちゃったら、まあ、あとは変更は、まあ、できないです。まあ、それで、なんていうか、まあ、その都度、まあ、個性のあるキャラクターを育てるっていうことができるっていう利点はあるんだけど、まあ、さすがに、それっていうのは、結構、まあ、時間がかかると思うんですね。まあ、学生の頃だったら、もうとにかく時間が余ってたんで、まあそういう人にとっては、まあちょうどいいかなと思いますけど、
やっぱ社会人とかなってくると、そんなに、なんていうか、ゲームとかやってる時間ないんで、何回もキャラを作り直すっていうことはまあできないと思うんですよね。その反面、ディアブロ3は、そういうスキルになんか、ポイントを振り分けるっていうか、そういうシステムじゃなくて、まあ、レベルアップすれば、あれ？なんだこれ？あ、ゴブリンか。今、マップになんか変なマークがついてたから。まあ、最近のやつだと、まあ、マップにゴブリンが、お、これすごいね、50%。ゴブリンも表示されるっていうことなんですね。で、なんだっけ。まあ、ディアブロ3の場合は、とにかく、レベルが上がれば、いろいろ、まあ、スキル、覚えていって、まあ、プレイヤーは、まあ、その中で、まあ、自分の好みのスキルを何個か選んで、まあ、それで戦っていくっていうシステムなんですよね。で、そのスキル自体も、もう、好きな時に、まあ、好きな時にって、まあ、さすがに戦闘中はダメですけど、それ以外の時だったら、好きな時に、まあ、変えられるんですよね。なので、まあ、これまでのディアブロ2みたいに、キャラを、まあ、一から作り直すっていうのは、まあ、ないんですよね。まあ、結構、他の人の、まあ、評判とか、レビューとかを見ると、まあ、個性のあるキャラクターが作れない。みんな同じようになってしまうとかっていう、まあ、意見もあって、まあ、中にはこういうシステムを、まあ、批判する人は、まあ、いるわけなんですよね。ただ、まあ、俺ら、社会人にとってみて、見たら、まあ、そう、何回もキャラを作り直す時間がないんで、まあそういう人たちにとっては、まあありがたいシステムかなと思いますね。プライマリーなんか覚えてる？これはなんかビリビリが飛んでくる。こっちの方がダメージ的には多分高いよね。ただちょっと飛んでいくのに実感っていうか、飛んでいくスピードが遅いんで、敵にダメージが
与えるまでに時間がかかってしまう。まあ別にそこは特にそれって、まあ、戦闘が不利になるっていうことではないんで、まあ、とりあえずはこっちのスキルの方がいいかなと思います。いて、一応魔法使いなんで、接近戦よりは、まあ、ある程度離れたところから、こういった、遠隔攻撃するのも、まあ、基本的な戦い方なんじゃないかと思います。まあ、とは言っても、俺は毎回、後で、スペクトラルブレードってあるんですけど、このスペクトラルブレードがなんかやたら強いような気がするんですよ。なので、毎回結局、このスペクトラルブレードを、まあ、使ってしまうんですよね。I am returning to town. まあちょっとアップデートはされてるから、まあもしかしたら攻撃力がまあ落ちてるとかそういう可能性があるんで、まあそういうのがあればもしかしたらまあ今回は使わないかもしれないけど、まあそんなにダメージ低下がなければ。まあまた今回も使っていこうかなと思ってます。お、これやる装備するとタフネスも、まあ、とりあえずはこっちの方で。I have the crown. My dearest Heydrich, do not feel despair, my love.You did everything you could. Our time together meant more than words can say. これはもともと装備してたやつだから、素材にできないってやつ。Your strength is needed to end the horrors that beset this world. My final wish is that you find your path. Love always. Mira.確かこの先に行くとスケルトンキングがいるみたいな。今回はスケルトンキングを倒したらそこで中断しようかなと思います。グリーパーから、敵の強さっていうのが、自分のレベルに、まあ、比例っていうか、
自分のレベルによって敵の強さが変わっていくっていうシステムになったんですよね。My name is Lakdanan, and I'm cursed. Once the captain of King the Oryx Army, じっくりレベルアップしようが、まあ、ストーリーのクリアを急いで先にどんどん進もうが、まあ、それほど難度には違いはないんですよ。まあ、注意しなければいけないのは、まあ、やっぱり、まあ、装備品をそのレベルに合ったものに常に取り替えていかなければならないってことですね。経験値が 25% となりましたね。なんか新しいスキル覚えてるの？ダイヤモンドスキルを覚えてます。空上のラグがありました。でもゲージを見るとまあ緑のままなんで、なんすかねこれ、あんま当てにならないんすかね。今セカンダリーはレイオブフロスト使ってますけど、まあ、プライマリーでスペクトラルブレードが、まあ、使えるようになったら、まあ、セカンダリーを出てたら紫のやつにしようかなと思ってます。名前なんだろう。アルカンオール。で、さらに、そのアルカンオールの中で、ルーンで、自分の周りをくるくる回転させるっていう効果のあるルーンがあるんで、それを、使うと、
まあ、スペクトラルグレードやると、まあ、結局接近戦になるんで、そのアルカンオーブンが自分の周りでくるくる回ってくれると、その接近し、まあ戦う敵と戦うときは、まあ、接近して戦うわけなんで、まあ、それによってアルカンオーブでも敵にダメージを与えられるということになるんで、すごい相性がいいんですよね、スペクトラルブレードとか。まあ、せっかく新しくキャラ作り直してるんで、まあ、たまにはまあ違うスキルで、まあ、やってみたいっていうのもあるんですけど、でも結局なんか いつもやってるやつが一番強く感じちゃうんで、まあ、今回も、まあ、同じ、まあ、スキルで、まあ、いくんじゃないかなと思ってます。確かここのフロアがすごい広かったような気がしますね。なかなか目的地にたどり着けないっていうこともあって、まあ、結構一回中断してまたやり直すっていうパターンが、まあ、結構あるんですよね。まあ、今回は収録してるんで、まあ、頑張って目的地をまあ探そうかとは思ってますけど。Afraid to speak against the Archbishop, the councilors nodded their empty heads in agreement and sent us off to die. どうしよう、ダメージが落ちるの 6% でだけど、ヒーリングが 20% かかる。どうしようか。あれ、あ、間違った。ちょっとウィンドウモードでやってるんで、ゲームとは関係ないウィンドウをちょっとクリックしちゃいましょう。経験値の泉ですね。このスキル結構オブジェクトを破壊するにはまあ結構もってこいのスキルかもしれないですね。ただ攻撃範囲っていうか敵にまあ
当たる範囲っていうのはちょっと狭いんで、まあ、敵に当たる範囲を、まあ、重視するんだったら、アルカンオブで。ただ、アルカンオブだと、まあ、ダメージも大きいんだけど、初期 MP がすごい大きいですよね。多分3発ぐらい使っちゃうともう、マジックパワーそこを尽きるっていう感じだと思うんですけど。あともうちょっとで、まあ、なんでしたっけ。スケルトンキングのところに、たどり着けますね。Keep your distance, Ryan. This burden is mine. まあ、無視してる、言ってもいいんでしょうけど。まあ、レベルアップのために、この辺は、まあ、倒していくことにしますか。さすがにさっき経験値の泉に触れたんで、経験値溜まるのも早いですよね。で、ここに入ると、まあ、いよいよ、スケルトンキングが待ち構えてるんですよね。レベル9になりました。あ、ここで開けないんだ。まあとりあえずウェーブホース、あれ？あ、これはあれなんだ。クールダウンがないのか。結構ダメージ食らう。てか、なかなか回復してくんないの。これはすごい。こんなにパワーアップしちゃっていいのかしらっていうぐらい強いのが手に入りました。
スペクトラルブレードはまだ使えない。Finally, the crater. It was you that fell from the sky? I am. じゃあ先へ行ってみます。This is what the... お、全く変わんないけど、こっちの方が経験値が多いし、まあ獲得できる経験値が多いし、あと、コストが6、スキルのコストが 6% 減る。さらに、クールダウンも 5% 小さくできるっていうのがあるんで、こっちの方を装備した方が、ずっと、まあ、戦闘は有利になりますね。といったところで、あれ全然どうてか、装備品が消耗してない。リペアが必要ない状況ですね。といったところで、まあ今日のところは、まあ、ここまでにしたいと思います。まあ、ここまでご視聴くださいましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。